Hey, hey, ho, hey, hey, ho, hey, hey, ho. ついてるともみん、hey, hey, ho. はい、ついてるともみんです。今日も皆さんに元気をお届けしていきますよ。はい、今ね、御殿場でから富士五湖道路乗りましてね、中央道に向かってますね。これ山梨に向かってますよ今ね。はい、そんな感じでね、紅葉動画撮れたらいいななんてね思ってね。撮れてますかね、紅葉さん。結構ね、いい塩梅になってると思うんですよね。なっててほしいですよ。そうそう、言霊さんね、言霊さん、言霊さんっていうかね、言霊ってやっぱりね、ありがたいなと思うわけですよ。まあさ、言霊って何っていう人おられね、言われて思われる方もいらっしゃると思いますけど、ググるとね、すぐ出てきますよ。なんて書いてあったかな。さっきね、待ってる時間にちょっとね、調べてたんですけどね、言霊って、ね、意味をね。言葉に内在する、なんだっけな、言葉に内在する霊力って書いたときかな、言霊って。余計わかんないか。なんか、日本には昔からなんかそういうのがあってさ、言葉の中に何かが宿るってこう、信じられてた霊的な力みたいなのかな、言ったらいいかな。音玉、音玉、霊、霊の霊って書いたりとかさ、玉っていう字、魂っていう字書いたりね、なんとなくこう、漢字でさ、漢字ってあれですよ、ヒーリングってことですよ。難しい字の方の漢字じゃないですよ、ね、僕漢字もね、苦手なんですけどね。そう、だからね、そういう力があるよって、だから言葉は大事だよってことですよね。だからさ、これ霊的な力が宿るって言われてるんだったら、いい言葉言ったらいい霊の言葉が宿るんでしょってことだよね、解釈にしたらさ。ってことはさ、悪い言葉言ったら悪い霊の力が来ちゃうってことだよね。そうだよね。だったらいいこと言ってた方がいいよねっていうことだよね。だから冗談でもさ、言わない方がいいってことだよね。冗談でさ、よくほら友達をからかったりとかさ、その時の言葉でさ、変な言葉言うことあるじゃない、そういうのもね、やめた方がいいんですよ、そういうのね。ね、自分がついてるついてるって言ってるのに、ここでそんなこと言ったって何も変わんねえよとかさ、ついてないついてないってね言ったりとかね、そういうことをね、言うもんじゃないよってよくあるんですよ、僕の周りはさ、まだ登り始めたばっかの山なので、いろんなこと言う人が周りにまだごちゃごちゃいっぱいいるんです。お一人さんも言ってたけどさ、富士山のさ、山頂を目指せば上に上がれば上がるほど、もう山を登る人しかいないわけだから、って言ってましたよ ね。下にいるからいろいろごちゃ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 言われるんだって、そういうことですよ。なんかいいんじゃないですか、紅葉さん、気持ちよくないですか、これ。ちょっと曇り空でね、あれですけどね、まあでも雨の中の紅葉さんもいいんじゃないですか。ライオン丸さんも下にちょろっと映りながらでね、せっかくほらライオン丸さんでやってるわけだから、ライオン丸さんをね、ちょっとでも出しておこうと思いましてね、こっちが言うとこの鼻しか映ってませんなんてね、鼻だけ映ってんのかな、ちゃんとさっきね、あれ、あえて動かしてね、鼻の調整じゃないや、この辺からみたいな調整はしたんですけどね、まあ、ほんとそんな感じでね、言霊さんには本当に感謝ですね。本当に言霊さんとかアファメーションとかを知ってよかったです。でもね、それでだから、ちょっと朝の動画でも言ったんですけど、
本当にね、悪いことばっかり言ってた割には僕すごいでかい事故とかね本当になくてよかったなと思ったんですけど、なんかね危ない時っていつもなんですけどね、なんかにこう守られてる気がするのがあるんですよ。例えば無理して運転してさ、ああ眠くなっちゃうとするじゃない、そうそう居眠り運転見たくなっちゃう時が昔はありました、ぶっちゃけた話ね。今はないですよ、もう今は止まっちゃうんですもん。そうするとさ、グッてこうなんか頭を引っ叩かれてみたいな感じの商品が走ったりとかね、うん、あとねお風呂でよく寝ちゃったんです。お風呂で寝ちゃうと危ないじゃないですか。そうするとねなんかが飛んできて起こしてくれたりとかね、なんかが飛んできてるけどわかんないよねヒゲ剃りがね壁にダーンって伝ったりとかね、ポルターガイストやねんかそれ面白い出来事がねいっぱい起きるんですけどね僕ね。それでパッて、ああ危ない危ないと思って、それでもあ起こしてくれてありがとうってそれに感謝したりとかね。あとはねやっぱお風呂で寝ちゃってる時はあれですよ、一人で入ってんのにねトントンって肩叩かれてるような気がしたりとかねするんですよ。いやだからそうするとね、あやっぱ守られてるんだなって、お墓さんだここいっぱい、雨の皆神様お助けいただきましてありがとうございますでねなるんですよ。だからそういうのでね守られてるなってすごい思う。でこのねムキラチャンネルさんがねさっきコメントくれたんですけど、このお不動様のね指輪かっこいいですねって言ってくれたんですよ。ありがたいじゃないですか、いつもありがとうございます本当にね。これもね高野山のなんていうかなお寺さんでねご祈祷何回もしてもらったやつを郵送で送ってもらったんですよ。だから家に来た時にそのお線香の匂いがねバーってこう立ち込めてすごいいい香りでしたねこれね。でそれでもうなんかあれかなと思ったらこれすごいです、指輪したらなんて言ったらいいんだろう、例えばお不動様のほらなんていうの言葉っていうかほら唱えるやつあるじゃないですか、なんだっけお不動様ノーマクサンマンダバーザルダンカみたいなのがあるじゃないですか、あれを言うとね指がっていうか指輪がから波動が来るというかガーンっていうのは分かるんですよ。今もそうなんですけどほらっつって分かんないねこういうのがそんなの嘘だよって思われる方もいらっしゃると思いますが、僕はそういうのを感じられるというか感じられるってありがたいなと思います、はい、もうねなんか感覚を自分の素直な子供の頃の石とよく話してたりとか遊んでた時の感覚をそのままでいけたらいいなと思いまして、だからもう自分が信じた人のことは信じようと、まあまあね、いろいろ過去にはいっぱいたくさん裏切られたこともありますよ、それ確かにね。それも全部、要は自分の引き寄せなんですよね。自分がだから悪いことは言ったりとかさ、ね、良くないことしたりとかしてたから、そういうのが来たわけで。なので、そういうのに全ての出来事に関してなんだよなと思って。そうなんだね。だから漢字で書くとありがたいって、あるなんが、あるなんて書くんですね。そういうことなんだね、うん、だからありがたいんですよ。そこから全部なんかこう教えがあって学べることがたくさんあって、うん、だから皆さんもなんか悩んだらその悩みにつけ込んじゃうんじゃなくて、その悩みから何を学べばいいかって考えると解決しますよ。これ一人さんも言ってましたが、はい、本当だと思います。これ僕もそうやってます。なんか悩み事が出てきたら、ね、そうするとね、すごく楽になります。それでもなんか不安が残っちゃうっていう人、連絡ください、僕にコメントください。なんか楽しい解決方法を探しましょうよ。ね、そんな感じですよ。はい。この辺で一回切っておこうかな。また紅葉動画、今日まだね、まだまだ山梨県まで、まあ、今山梨県には入っているんですが、
まだ目的地まであ あるし、帰りもね、またあの中央道で帰ってくるのでね、それも、もうちょっとまた違った風景が撮れるんじゃないかなと思ってますね。はい。そんな感じで、今日も一日、皆さん、元気に行きましょう。元気を送りますよ。行きますよ。この動画を見てくださいました皆様に、すべての良きことが、雪崩のごとく起きます。これはいいことが皆さんにたくさん起きますよっていうことです。大丈夫です。そんな感じです。ついてるともみんでした。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。